おはようございます。2015年1月14日水曜日、6時5分が7分になっちゃいました。おはようございます。ちょっとスタートが開始が遅れて、すみません。ということなんですか、まあ、今日ちょっと今週そんなに寒さきつくないとかいう話なんですけど、そうかなと思ったのと、まあでも寒いんちゃうっていう感じはしますけどね。どうなんでしょうか。なんか雪降ってた時よりも朝なんか寒いような感じでしたけどもね。まあまあ冬なんで、そんな感じでしょうか。さて、今日はですね、 IT メディアから Google 古い Android サポート終了か、9億台で脆弱性放置の恐れっていうことで、これちょっとね、どこまで本当かどうかまだ公式な発表ではないんですけれども、ちょっとこれ本当だとしたらえらいこっちゃなという感じですね。これは海外の話なんですけれども、アメリカのあるところがですね、その Google というか Android ですね、 Android の古いバージョンで 4.4 よりも前のバージョン 4.3 のもので、こういう不具合があるんじゃないのっていう報告をしたんですけども、その Google の方からは4.4 以降のものに影響するんだったら修正アップデート対応しますけど、そうでないものは特に何もしないみたいな回答があったということでですね、この辺が結構ちょっと問題になりそうで、ということはですね、言い方を変えると、まあここにある古い Android、まあ、4.3 より前の Android に関してはもうサポートしませんぜみたいな話のようなんですね。ということはですね、この Android 4.3 っていつリリースされたのかというと、2013年の7月なんですね。だから去年その前、まあ、今年2015年なんで、2013年、2年前の夏なんですよ、にリリースされたもの。ということはですね、1年半でもう買い替えをしなきゃいけなくなるっていうか、まあそれ以降 4.4 が出るまでの話っていうことになると、まあ1年とかって感じはありますよね。それで 4.3 の、の乗っかってるスマホだとかタブレット端末とかまだまだいっぱい世の中にありますからね。1年半とかですか、1年1年半のものっていうことは、 Android の端末ってそんなに消耗品なのっていうね。要はだからもうそれより前のやつサポートしませんっていうことは、もうそれぐらいのペースで買い替えていかないといけないのみたいなね。まあ OS のアップデートをガンガンしてきゃいいんでしょうっていうことはあるんですけど、中にはやっぱりできないものもあったりとかするので、そうすると、そんなペースでこういうものってどんどん買い替えていかないといけないようなものになってくるのかなと、ちょっとこれは大変な話になりそうですね。まだ通信機能を搭載してアップデートする機能を持ってる、まあ、スマホとかタブレットってまだそういう風な機能になってるものが多いんですけども、例えばこの前、ラスベガスであったエレクトロニクスショーなんかで発表されてるその Android 搭載の、テレビとかね、そういうもの、あるいはカメラとかでも Android 搭載のものとかも出てきたりする、デジカメとかね、そういうものに関してはアップデートってあんまそこまで考えてない可能性があるので、そうするとそういうものは今後、機能としては別に古くはないんだけど、ただ不具合があってもその改善されることがないという可能性があって、そうするとそういうものってどうしていくのっていうね、ちょっとパソコンよりも
ひどい状態に。パソコンってね、まだあのなんだかんだ言いながらもメモリーを取っ替えたりとか、あのハードディスク取っ替えたり、今デスクトップだとね、いろんなパーツどんどんバカバカ交換できるので、割とそのいろんな対応ができたりとかするんですよね。でそれとかあの Linux を場合によってはあの入れるとか、いろんな他の選択肢もあるんですけども、ただもう情報家電の場合はどうにもこうにもあのやりようがないというのがありますよね。でそうなるともう、買い替えるしかないということになってきて、ちょっとこれはいいのかなと、なんかそんなあの感じがあります。まあ前から私はあの前からというか今もずっとそうですけど、スマホとかタブレット端末持ってないんですけど、持ってないというよりもやっぱりね、こういうところも気に入らないところなんですね。あまりにもアップデート早すぎて、でもって古いものが対応しきれないっていう、古いデバイスが対応しきれない状況にどんどんなってきてるっていうのがあって、ちょっとこれひどいよねっていうのがかなり思ってるんですよ。なので、ちょっとそういうことも考えると、あんまりねこうなんか頼っていくのはどうなのかなというのがやっぱりまだまだね思います。さて、そんなところで、もう6時13分になりましたというか、スタート遅れながら早めに終わるのみたいないますけども、今日は、水曜日ということで、まあ、今週ね、休みがあったんで、まあ、ちょっと短めの1週間みたいな感じになるかもしれませんが、寒いので、それとあのインフルエンザむちゃくちゃ流行ってるんでね、ぜひ、体調管理等気をつけてください。でもってあの今日は水曜日なんで、週刊 IT トレンド X が配信される日ですから、よかったらそちらの方、さっき言ったあのエレクトロニクスショー、あの CES で CES ですねのことについて、あの結構長く喋り倒してますんで、よかったらそちらの方も聞いてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。